まあ、今日のテーマはですね、お金の使い方と。なんでなんでこんな無駄に困るじゃん。ああ。一定割合をずっと貯金し続ける。うん。貯金し続けるってことは、早い段階から始めるべきですよね。はい。今日も始まりました。レスポンスチャンネル。マーケティングコス社長の仕事だ。ということでですね、今日は高木とゲストにコンサルタントの北岡さんをお招きして放送していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ、今日のテーマなんですが、まあ、今日のテーマはですね、お金の使い方というテーマでですね、え？さっきこの収録前にすごい話聞きましたけど、すごい、って話聞きましたけど、はい、ということで、まあ、実際にその、まあ、お金を稼いでどういうふうにまあ使っていくのかっていうところなんですけど、まあ、起業する前の段階と、あとまあ起業してから、まあ、経営者だったりとか、まあ、社長になってから、どういうお金の使い方をすると、まあ、いいのかみたいなところですね、今日お伺いできればなというふうに思います。なんかめっちゃ細かいけど年齢とかもあるし、あ、そうなんですね。なかなか全部一概に説明できないのもあるんですけど、大枠で話をするというと、起業前やるのがあるんですよね、はい、え？勉強にはお金使わなあかんよねっていうのはあると思うんですけど、はい、ね、どっちかっていうと、観点としては、はい、起業してから、うん、どの人にお世話になりたいのかっていう観点で勉強するといいと思いますね。おお、どういう意味ですか？今日は、おそらく、起業、まあ、そういう起業前に勉強される方って、うん、これからも、ずっとまあ起業しても勉強し続けるじゃないですか、そんなことをしてますけど、その時に、はい、どの人から学ぶのかっていうことを決めるために学ぶようなイメージです。どの人かを決めるために学ぶ、複数から学ぶとね、ややこしいことが起こる、はい、例えば、はい、A さんと B さんから学ぶと全く真逆のことを言われることになるんですよ。なるほどなるほど。で、実際にはこれって表面的には確かに違うことを言ってるんですけど、でも実は猫を同じだったりするんですよ。例えば僕お客さん切れとかっていうわけですよ。うざいよとか切ったらええねん、はい、でこっちはお客様を大事にしましょうっていうわけですよ。そこに、これ僕実際は同じこと言ってるんですよ。表面上違うっていう。全然違うことを言ってますけど、今度僕が言わせれば、まあ、はい、僕こういうこの方はうざいよって切れって言われるんだけど、自分がちゃんと、この人が作ってるっていうのはお客さんとだけお付き合いをして、でそのお客さんに一人で満足を感じてもらおうっていうのが本来には意図なわけですけど、表面的な言葉だけだと全然違うじゃないですか。で、どっちなのか悩むわけですよ。北岡さんが正しいのか、どっちのコンサルタントが正しいのかってなってくるんですよ。だから、基本的には誰か知ってくる、この人が言ったら、僕らも白いなって思える方、もう誰なのかっていうことを一人、なるほどなるほど。じゃあそのために、まあ、なんかいろんな人のを実際ちょっと見てみるみたいな感じ。なるほど。まあでもそんな感じになりそうな気はするかなっていう。嫌なやつ。嫌なやつで終わってきました。なるほど。あ、そうなんですね。実際にその、確かに、まあ言われてみたらそうかもしれないですね。なんかこう、実際に、なんていうんですかね、独立してから迷い出すと、なんかね、どこ行っていいかわからんみたいなのね。そうなると、そこで、ね、まあ、もう銀行の通常なんか減っていく中で、誰々探してる場合じゃないから、やっぱり先生を見てるっていうのは、やっといた方がいいっていうのは、なるほどなるほど。じゃあなんかその先生を実際にこう見つけるときのなんかポイントとかってなんかあるんですかね。実際まあお金を払ってまあ学んだりとか、まあその人の本を読んだりとかいろいろこう方法あると思うんですけど、その中でもなんかこれを重要にした方がいいよとか。まあ僕は、はい、はい。例えば難しくても、更新ながらあるような講座とかに行って、はい、喋ってみるってことですね。で、そこで、やっぱり人としてしっくりくるかっていうのは結構大事。で、もちろん教えてくれる内容がいいのか悪いのかとか、本質的なのかそうじゃないのかとか、いろいろあると思うんですけど、はい、それは多分、
自分では判断できないと思うんですよ。自分が学びの浅い位置って。あ、はい、だったら、はい、その人のことが信じられそうっていうのは、肌感、直感を信じてもらう方が一番いい気がしますよね。なるほど、なるほど。じゃあ実際に会って、その人と会うかどうかっていうのを、まあ、見てみるみたいな。僕はいいと思いますけどね。北岡さんも今のその師匠さんというか教えてもらってる方は、その実際に最初会ってこの人にしようっていう感じだったんですか？あ、違う？え？あ、そうなんですね。へぇー。あ、そうなんですね。え、振り返るとどうですか？もう一回やり直すってなったら、やっぱり師匠をつけるみたいな感じ。あ、絶対つけるんですね。絶対つける。なんでなんですか？なんでこんな難しいのがあるんですか？あー、どれぐらいこう、なんですか？独学の時に遠回りしたって感じされます。まあ、自分の仕事ですよ。マジですか？ですよ。え？何の嘘なんですか？何の嘘なんですか、これ。今の売り上げ行くのに、あ、半分の期間できたと思う。ああ、時間がもう、じゃ全然。それは思いますね。じゃあ起業前はその実際に師匠を見つけるためにお金を使うと。一番こういうふうに使えると思うし、それが一番だと思いますよね。ちなみに北岡さんはどこでお会いできるんですか？なんだと、じゃあ連絡入れたらこう、いけるみたいな。そんなわけない。ああ、セミナーとか。個人的な講座はあるから、個人的なセミナーとか講座に来てもらえれば、あと誰かとさんがちゃんと企画してくれないと。ちゃんと企画、ね、この、まあ、撮影してる。そうですね。はい、ということで。まあそうですね。はい、ということで。じゃあその起業前の人は、まあ自分の師匠だったりとか、この人についていこうっていう人を、まあ、見つけるために実際にお金を使って、まあ決まったらその人についていって実際にやっていくと。で、実際こう起業してる方だったりとか、模型者さんの方だったりとか、事業主の方やったらどういう形でお金を使っていくのか。まあ、あれそういうのが、時間の話で言うと、はい。とりあえず、ちょっと貯金してください。ちょっと貯金。そうですね、貯金は入るでしょ。え、どういうことですか？え？で、多分もう経営者はもう金使うから使いすぎ。あ、そうなんですね。みんな貯金じゃないもん。マジですか？はい。そう。言いますよ。みんななんか、そう、お金扱うもんやとかって言う人いっぱいいるけど、はい、とはいえ、キャッシュは大事ですから、ね、うん、一番使いそうな北岡さんがこうキャッシュは大事だった。そうなんだけど、でもやっぱりキャッシュがあることによって、例えば精神的な安定が保たれるっていうのもあると思うし、確かに。やっぱり、ね、長生きしたときにそのキャッシュを、まあ、切り崩すのか投資とかそういうのあるからこそでしょ。で、やっぱり投資スタイルとかって話も、投資って現金があるからできるんです。キャッシュがあるからできるんですよ。確かに、そうですね。で、みんななんか、そこを突っ飛ばすんですんで、ちゃんとキャッシュを残そうよっていうのがあるんで、ちゃんと、まあ、自分の給料の形なのか、会社の内部の形なのか、それを置いといても、ちゃんと一定割合をずっと貯金し続ける、お金を貯め続けるということは、早い段階から始めるんですよね。なるほど。じゃあ、使うんじゃなくて、まずは自分がこうずっと生きていくというか、貯金をまずスタートとしてやっていく。まあ、要はそれって、でも、それだけで貯金することは大事ですよっていう意味じゃなくて、段階にっていうわけじゃなくて、もちろん一定額貯金しましょうと。で、来た上で、この残り分は、ちゃんと使えってことですね。なるほど、なるほど。じゃ先にもブロックしておいて、で残りの分はいっぱい使う。そう全部使い切ったらいいぐらいなんですよ。じゃあ実際にそれは何に使うんですか。どうやって使うっていう。それはそれぞれ哲学に従っていただければいいと思うんですけど、僕が重視しているのは、はい、体験。体験。何事でも体験に、お金を使う。もっと言うと、自由になって。はい、孫に語れることかどうかっていうのを一つの基準にします。どういうことですか？例えばどんな、こう、北岡さんが実際に体験で。例えば、僕がよくその話をしてますけど、トマト祭りに行ったら、はい、多分、世間の人、トマト祭り、存在は多分知ってるんですよ。スペインで、トマトの祭りがあるって知ってるわけだけど、多分、トマト祭りを、
行ったことある人っていない、まあ、ほぼほぼいないでしょ。だから電話だけでは何言えば聞けるけど、それぐらいしか知らないわけですよ、うん、多分あれがやっぱ後に体の時に治れへん、あ、そうなんですね。あの1週間の耳掃除から出てくるとか、マジですか、出てくるとか、へえ、食べないじゃないですか、まあ確かにっていうのをたくさん増やすっていうのが大事かなと思います。で、そういうのを増やしていくと、はい、それって、まあ、もちろん人間と語れるとかそういう話もあるんだけど、でもそれが、その人としての器の幅というか、になってくると思うから、そのスタッフを動かすとか、お客さんに見てきてもらうとかっていうところが必要かなっていうふうに思っているので、そういうことにお金を使うっていうのを一番重視はしてますね。なるほど、なるほど。じゃあ、旅行っていうのが、まあ、一個のその体験みたいなにもなる。そうですね。でも旅行もなんかね、まあ、ある程度ご仕事仕方がないから、なんか、テーマ決めてやってみるとか、一日は、メールを見るけど、実際は、ちょっと大きいことができる。あ、そうなんですね。悪いところのことね。ああ、はい。今聞きますけど、なんかさっき、はい、はい。放送前にあったやつ、まあ、すごい金額だったという。200万円だったね。確かに。職員だったら10万円なんですよ。で、この職員で代表が入ると大体10万ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。それ以上のものがあんまりないんですよ。ないことはないですよ。はい。もちろん、ないことはないんですけど、ほんまに超高級食材みたいなものを食べたとしても、はい、10万なんですよ。へぇ、そうなんですね。でも、職業って、多分1本100万、200万、まあ、ありますね。ありますね。確かに。確かに。10万なんて何千万、多くじゃないですか。うん、って考えたら、超お金持ちの人と同じ体験ができるのって職員なんですよ、一番。へぇ、面白っ。って考えれば、僕は職員にもっとお金持ちができると思うし、それ重要だと思ってて。ちなみに、北岡さんが一番今までお金使った食事っていくらぐらいなんですか？一番使った1人でいくらぐらいこう。はい、マジっすか。え、何が出てくるんですか、ちなみにこれ。10万の飯ってこう。どう、え、何が出てくるんですか、それ。10万。あの、まあ、とある店で、はい、僕が毎年行ってる店が、カニの店があって、そことこの人。へぇ、一人10万ってすごいっすね。この間ね、はい、とある方が教えてもらって、はい、福井県に行ってきたんですよ。福井県、はい。何年かのカニたちに行ったんですよ。ああ、はい。で、そのカニが、天皇献上貝。マジっすか。そう、天皇に献上するカニ。めっちゃすごいカニっすね。はい。それがもう、むっちゃ美味しいから、一回北岡さん食べてみてって言われて。うん、はい。で、俺わざわざ、はい、それを食べに行くために福井に行ったんですよ。カニだけのために。行ったんですよ。うんうんうん。ほんなら、はい、その僕がいつも言ってるところが美味しかったんですよ。なんやそれ。どういうことですか。え？え？10万したんですよね、でも。10万はしない。こっちは10万はしない。ああ、なるほど、なるほど。10万はしない。え、そんなことある？僕が10万ぐらいするんですけど。ああ、そんなことある。そういうのがなんかわかるわけです。うん、あ、なるほど、なるほど。現状外にとかあってなと。うんうんうん、だからそこで絶対美味しいでとかって言ったらちょっと面白い話。まあ確かにそうですね。そうそうそう。うんうんうん、ありますね。だから、クライアントさんと一緒にこう行ったりとかして、そういう体験してもらうと、喜んでくれるし、よく言うのが、はい、例えば、セーターとか、セーターとかだったら、うん、多分、エルメスとかが多分最高級で2、30万ですけど、ユニクロだったら、多分2、3000円です。そうですね、ゼロが全然違うと。全然違うと、はい。でも、20万と2、3000円のところを、別にエルメス着てみて、うん、まあ、うん、ってなる人が多いわけですよ。はい、でも全然わからないですよ、うん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 。で、そうすると、自分にとってセーターってこの中のどこじゃないですか。そうですね。っていうので、結構ちゃんと決まるの。大体自分の好みでこの部屋だとわかるんですよ。ああ、はい、はい、はい。自分は多分1万5000円のセーターでいいなってなるんですよ。で、これ、すごく重要です。最高のものと最低のものを知っておくと、自分のこういうのを決めやすいんですよ。うん、あ、面白いっすね。なるほど。そうそう。でもそうじゃないものって決めないんですよ。はい、確かに基準がないですもんね。もっといいものがあるんじゃないですか。もっといいものがあるんじゃないかって、こうちょっと遠く上がってると結局北からめっちゃ金があるんですよ。あー、ほんまやな。って考えるとほとんどの場合は最高のものと最低のものを、うん、使っておくと、自分の基準が決めれるから最後無駄遣いにならないんですよ。面白い。なるほど。ほんまや。そうなんですよ。
なるほど。結構大事にしてますね、それ。あ、じゃあその業界だったりと、業界というかなんかそのまあ物買ったりとかするときも基本的にはまあ一番上と一番下を。できるだけ遠いところ、全然無理なものありますよ。うんうんうん、ホテルとかだったらもう一泊で300万とかありますから。やっぱ。そんなに泊まれない。泊まれないけど、うん、ちょっと頑張ってあのポイントと合わせて。ツイートにしてみようかとか、なんかそういうことやればうまくある程度のところまでいけるじゃないですか。まあよっぽどじゃないとそこは最高じゃないぐらいのところと、そうじゃないところでやったら自分も好きなところって決めれるから。なるほど、面白いですね。確かに、まあ、一番上と一番下知っといたら自分が、まあ、どこにどの辺かなみたいな。だからなんかもっといいものがもっといいものがもっといいものだから結局なんかお金をもっと無駄に使っちゃう。見つけてる時間がかかるから、もっと最高って最高のものだって言ってると、最初の50万円払うと考えないって言われるんだけど、最初の考え、そんな最初の方が良かったし、そんなに、まあ、それを食べに、大阪がそれを食べに行くためだけに、まあ、某所まで行くっていう、3時間、4時間で行くっていう、苦労してもいいと思うぐらいなんで、で、自分はそこが好きなんだ。っていうのを分かってもらうと、自分の人生の基準というのが分かってくるので、そういう意味では。面白いですね。なるほど。じゃあ自分のまあ基準を作るためにまあお金を払うというかいう感じなんですね。そう。なるほど。まあ確かにネタになりますね。そうそう。今の話もお金の話こんだけしてると何回もしますから、ね。何回もで。もっとガンガン取ってますね。なるほどなるほど。面白いな。なるほど。はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、じゃあ今日はですね、そのお金の使い方っていうのでテーマで話していただいたんですが、まあ、今日のテーマまとめていただくとどんな感じになるでしょうか。企業前の方はとりあえずの先生を決めるために、誰か決めるためにちょっとお金を使うっていうのをやりましょうということで、はい、でまあ、これからビジネスを回されたり出ていかれている方は責任は確保しましょう、最低限、まあ、これも投資も含めてです、確保した上で、まあ体験と、それから最高のもの、最低のものに、お金を使うっていうのを意識していただけると、どんどん、自分の仕事の仕方も変わってくると思いますので、そういうことを意識してもらえたらいいかなと思いますね。ありがとうございます。今日見ていただいている方もですね、ぜひお金を使っていただくということですね。このご時世だと思うんですけど、ということですね。ガラガラでしたよ。あ、そうなんですね。そこでもお金は使わったんですね。一番いいやつをこう、やっぱ北岡さんは。あ、そうなんですね。やっぱ基本は上と下行くんですね、こう。すごい、もうちょっと聞きたいですけど、時間なので。はい、はい。ということでですね、本日のレスポンスチャンネル以上で終了となります。最後までご覧いただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。